この世に吸血猫なんて生き物がいると思う？どうして人間は真面目に働くの？外の世界は面白いわ。遊びの計画を立ててくれる？この吸血鬼テレサが捕まえたから。テリテリー、吸血猫テレサにゃん。お姉ちゃん、まるでカゴの中の鳥みたい。人間よ、もうやめて休みなさい。アムの新刊コミック忘れず買ってきてよ。人間、仕事は終わった。早くホムラクエに連れて行きなさい。仕事をサボって貯めてたら遊ぶ時間がなくなっちゃうよ。館長、ちょっとかがんでくれるかしら。私もなでなでしたいの。私が守りたい人の中に館長もいるのよ。ここちょっとかゆいわ。館長の手そのままにしてて。もう甘えんぼさんね。館長は私が可愛いと思う？私と一緒に寝る？こんなこと。あ、ちょっと変な感じになってきちゃった。はあ、ちょっと寝るね。うん、ここでキアナたちを待とうかな。私のターン。私と一緒にお昼寝する？どうしよう、館長の今月分の給料出せなくなっちゃったわ。頑張ってるわね、館長。私だって負けないわよ。魔法少女テリリー、館長を捕まえた！館長、あたくしが漫画を読んでたことは内緒だからね。もう頭撫でないで。背が伸びなくなるでしょ。もう仕事は嫌よ。帰って漫画を読みたい。ねえ館長、あたくしの漫画を隠してないよね。は世界一可愛いのよ。バーン。ふふ、館長また仕事をサボっているのね。いや、ホム王国の放送時間に間に合わなくなっちゃう。今日の任務を全て終わらせたの？よく頑張ったわね。サボっちゃダメよ。早くハイペリオンの掃除をしなさい。これで私もっと可愛くなったかにゃ。ふん、身長の自慢をしてくるやつは制約の十字架で殴るからね。私の番ね。はあ、ちょっと寝るね。タイド&シンク。つまんない。早く出てきなさい。出ないと全部壊しちゃうわよ。